ね、眠い。やばちゃちゃち眠たいね。眠んじゃい。わあちゃん、おっぱい飲ませて。やばいってカニは。助けてよ、言えよ。こんな言葉初めて聞いた。何なん？初めて聞いた。バブバブ。赤ちゃんやからおっぱいくらい飲むやろが。いい加減にしろ。あの作るは出ないからさすがに。ミルク？え、なんかさ母乳ってさ血液みたいな聞いたんだけど、それ本当なの？そうだよ。ね、なんか白い血液ってこと？そういうことだよ。涙も血液だよ。の話してんのこの二人本当に。雑学だよ。雑学？なるほど。昔なんかさ、お腹いっぱいのことをおっぱいって。キモーい。ちゃそういう意味、意味合い、マジで本当に。ちゃ誤解しないでほしい。すごいんだけど。違う。その。ママに謝った方がいい。謝った方がいいよ。あ、ごめんなさい。こんなママ見てるよ今頃。その顔でやめてくださいってくるよ。DM 来るよ。ライガさん、今日初めて知ったけど、そういうこと言う人だったんですね、だって。いやなんかそんな、なんか聞いたことがあるんですよ。そうなん？え、ガチでそれ、お腹いっぱいのこと？え、そうって聞いたことがある。お腹いっぱいで略しておっぱいってこと？そうなんかあるじゃんね、そういう、この地域ではこういうことをこういうみたいなさ。まあ確かに、おまんこっちんこうしーってことでしょ、うん。何？おまんこちんこし。二回言わないでよ。どういうことそれ？どういう意味？どこのどういう意味の言葉？どこだったか忘れたんだけど、おまんがお前だからあなた、うん、おーいみたいな。うん、こっちんこしがこっちにおいでよっていう意味。ああ、そういうこと？そう、おまんこちんこし。